はい、こんにちは。マイチャンネル、マイハルです。今日はこちらですね。手裏剣戦隊ニンニンジャー、子供忍シリーズ3、サーファー丸です。はい、こちらはですね、2015年6月21日、本日放送分の手裏剣戦隊ニンニンジャーで登場しましたね、サーファー丸ね。潜水艦だったね、最初ね。潜水艦が、お供人と、サーフィンのボードになって、いろいろ面白かったけどね。はい。ちなみにですね、手裏剣人にも登場できるみたいなんですが、ややネタバレではあるんですけれども、なんとバイソンキングにも登場するみたいだね。ちょっとこれびっくりだよね。なのでちょっと今日はですね、そのあたりを実際登場させてみてね、遊んでみましょうか。はい。ではですね、早速開けてみたいと思います。そう。はい、よいしょ。よいしょ。あ、またニンニン道場。一回もやったことないやつだね、うん、やんないとね、これね。サーファー丸、あれ忍手裏剣どこあんの？うん、返事してる。これが忍手裏剣。あ、でブレードが分かれてるんだね。ブレードが下にあった。下にあった。あー、びっくりした。ではそれぞれ取り出してみましょうか。はい、はい、ということで完成しました。こちらがサーファー丸ですね、うん、かなり長いね、うん、潜水艦だ。そうだね、これは完全に潜水艦モードでございまして、後ろのスクリューのところ回りますね、こんな感じでね。もうちょっとこれ勢いよくいける、いけるね。ああ、こんな感じ、うん、では、人型モードにしてみましょうか、うん、まずはこの前の部分、ここフロント部分を外します。これが人になるね、うん、はい、じゃあエイシン君これ人にしておいてください。はい、そしたら後ろのスクリュー取ります、これね。はい、それで、この本体、これがパカッと開くね、うん、でこれがサーフボードになります、うん、はい、これね、マーク書いてあるんでね、これ分かりやすいね、これが、サーファー丸でしょ、うん、これがバイソンキング、これが手裏剣人と、ちゃんと乗るところがマークついてるからありがたいね、うん、それではサーファー丸をこのボードに乗せてみてもらえますか。はい、はい、でこれだとね、ちょっと突っ立ってる感じなんで、サーファー丸やっぱサーフィンしてる感じで、こう、ね、足も上げてね、これ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 、こんな感じ。それで、横向く、こう、はい、こんな感じですね。波に乗ってる感じでちょっとね、斜めになってるとよりいいかなっていう感じですね。はい、はい、それではお供忍手裏剣、これの全体取ってください。はい、ボタンを押してみてください。はい、お供忍手裏剣。そうだね、これ何回押しても一緒なんだっけ。サーファーじゃん。あー、いったいった。あすごい。なるほど。ドキドキしちゃって今。はい、 OK です。はい、ではこちらの手裏剣人、これにサーファー丸を登場させてみましょうか。うん、まずはこの忍手裏剣外すでしょ、うん、忍び丸外すでしょ、うん、ダンプ丸のお手て外して、はい、でここにサーファー丸を乗せてください。これで曲げて、足曲げて、オッケー、入った。よし、オッケー、はい、こんな感じで乗りました。片足だけでね、つくのはね、うん、はい。それでお供に手裏剣セットしてみてください。はい。さあ、どんな音声になるか。いきます。はい。手裏剣人サーファー。おお。ちゃんとテレビ通りの音が出たね、うん、あ、よかった。ちなみに、このサーフボードちゃんとね、車輪がついてるので転がして遊ぶことができるんだけど、うん、手裏剣人を乗せた状態でも転がせますね、うん、危ない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 、これ雑だね。雑？そう、ちょっとね、ちょっと危険だね。危険だよ、倒れちゃうね。でもなんかスムーズにこうロボットが動く様はちょっと面白いな、うん、はい、ということで今回は手裏剣戦隊ニンニンジャーお供忍シリーズ3サーファー丸でした。